も、たつけんです。アルドです。中です。はい、今回の、G トーク早速やっていくんですけど、まず1個目が月曜日にも配信をしたと思うんですけど、そうなんです。実は配信時間が変更になった、まあ変更というか追加よね。追加ですね。木曜はやるじゃん。まあそうですね。まあもともと隔週ではやっていたんですけど、まあ2024でエピックが月曜日に出ることになったので、はい、まあ、そちらに合わせて激坂の、まあ、運営というか方向もちょっとちょっと変わる。はい、やっぱね、あそこやっぱね、みんな待機したいやろって11時みんなと一緒にね。まあエピックがね、なんなのでそう、まあ、まあそうだね、選手として一番強いカードが出るとこだしね。そこ何もしないっていうのはね、はい、やっぱね、今のうちのね、チャンネルスタイル的にまああまりおろしくないと、まあ、ちげんじゃねえかなまあなので、まあ前回来れなかった人も、まあこの動画を見てちょっと11時にそうね、一緒に待機してもらえるとね、はい、まあ、10時45目安に始めるんで、うん、ワンちゃん誰か寝坊して一人足りないっていうことはあ、まああるでしょうね。まあいなかったら寝坊したと思ってくれればそんなね、はい、なんかあったんですかとかじゃない、寝坊でしたとまあそうですね、なんか大心配してくれるけど、あーそうそうそう、大丈夫です、いない時は寝坊でした最悪や、最悪やそれ。海外サッカーとかあったりするのね、日曜日。まあ2人確かにね、海外サッカー見るから、まあ、日曜日とかね、だいたいレアルバルサとか終わったら6時よ、もう。いや、そうなんですよ、ね、ライが多いよね、3時45とかさ、まあ4時とかね、ただも寝ないでくるんで大丈夫です。確かにそこで寝たら寝坊する気がするわそこで寝たら、そこで寝たらもう普段の月曜の会議の時間まで起きてこないんでだからもう終わってるんで配信まあ一応月曜日にその配信と、まあ木曜日も最近はまあメンテ明けがちょっと早いんで、うん、まあ3時そうだねになりそうですかね。まあ明け次第だね、木曜日、はい、そうねっていう感じで、まあ今後の配信スタイルがちょっと変わりますよっていうのが、まあ1個目あって、はい、でまあ、続いてが、まあ、ちょっとホワイトボードを用意したんですけど、出ました。はい、いいね、これ G トークで使うんだね、これねまあちょっと急なんですけど、まあ、今シーズン、まあ、リアルサッカーで、まあ、イーフト的に活躍してほしい、または、まあ、本当のリアルサッカーでも活躍してほしい、まあ、それは任せますけど、まあ、要は FP で来てほしいみたいな感じでいいのかなっていう、まあ、まあ、その基準は、はい、人それぞれバラバラで、まあ、3人ちょっと、まあ、第3位から第1位までをちょっと書いて発表して、まあ、ちょっといろいろ語ってもらおうかなっていう感じで、なんか出てくるかな、こういう時にちょっととっさで やるんで、考える時間があれですけど、一人ずつ書く感じ。そうだね、3位〇〇、2位〇〇みたいな感じか。はい、で、じゃあ考えていきましょう、はい、大丈夫ですか。はい、はい、じゃあいきます、せーの、はい、はい、バルベルデにしました。ビニシウス。あ、俺アダユートンで、ふざけんな、ふざけんな、俺もう G リーグだけで行く、まあ、なるほどねまあじゃあいつも自分からなんで、一応バルベルデにした理由としては、まあ一応自分の好きなレアルマドリードの、あー、まあ、選手で、まあ、一応年が同い年なんで。あ、そうなの。へぇ、結構同い年とか。 25? そうですね、マジで同い年か1個上かな、まあ、あ、まあでもそこの辺か、はい、そうなんだ。まあ、結構リアルサッカー同い年ぐらいの選手ちょっと応援してる、応援してるというか、うん、っていう感じなんで、まあ、自分の好きな選手かつ同い年で、まあ、実際にウルグアイ戦の日本代表の試合を見に行ったんで、結構お気に入りの選手で、おーっていう感じで、まあ、一応第3位に書きました。まあ、1回来てるけどね、FPで。まあ、まあ当分来ないよね、来たからねいや、バルベルデに関しては、まあ、リアルの方をちょっと重きを置いて応援してるっていう感じで。なるほどね、はい、まあ、FP カードはたくさん自分も持ってるんで今、あっていう感じですかね。もう僕完全にゲームのことしか考えてないです俺100ゲーム部、ゲーム部、ゲーム部門で、これはビニシウス、はい、ラインブレーカーです。あー、ライブレね、CF ラインブレーカーです。あります可能性。大丈夫です、今のうちなら2トップなんで、レアルが今。おお、じゃあ全然あります。まあ怪我から復帰して最初の試合で活躍すれば、4312の2なんで、ビニ・ロドリゴで多分組むんで、うん、2人、まあ、まあ、ロドリゴもセットでいいや、もう正直はいはい、まあ、ロドリゴもね、うん、あいつらが2じゃなくてもうどっちだまあ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 、とにかくこの2人が CF ラインブレーカーとかになって、はい、ワンシューとかついて出てきてくれたら FP としてはかなり熱い、うん、やっぱビニー CF で使いたい。うん、やっぱね、インレシ良くなったとは言っても、はい、言ってウィングしか空いてないじゃん、ビニシウス、
ポジション適正が。まあ言うて今は、ね、真ん中で使いたい。ポン適正開けてください、FP で。お願いします。まあ、それも FP でしかできない。あ、そう、FP でしかできない。ポジトレがないから、現状。それは間違いない。ポジトレがあったら、今いるビニに CF ポン適正つけるだけだから、別にどうでもいいんだけど、ないから、ポジトレが。だから、ビニ。CF ラインブレーカーで。ワンチャンね。期待してます。じゃあ、あなたは俺はもう今回 J リーグだけ、もう海外はもう正直めっちゃ見てるわけじゃないから、うん、まあ J リーグだけで行かせていただくと、アライウッドはちょっと俺、まあ、FP はちょっと厳しいかもしれんけど、うん、まあなんか使えるレベルまで来てほしいわ。J で一番いい人で無双できるタイプの選手、これ、アライウッド。フィジカルあって、もうスピードぶっちぎれて、ドリブルも結構できる。決定力はまあちょっと目つぶるわ、さすがに海外のね、選手と比べたら。あ、でもそこと勝負できる、フィジカル的にあると強さが。一瞬、ボディコン、フィジカル、全部ある。アダユートンね。アダユートン知恵でもすごいから見たことあるか分かんないけど、これまあ軽く、うん、すごいよ、本当にもう誰も止めないみたいな感じだったから体強いし、足速すぎていい人に一応無双できるタイプかなと思ってしました。はい、あー、いいですね。じゃあ続いて2位をちょっと3人の傾向が見えたな、これよいしょ。ありがとうございます。はい、じゃあいきます。はい、せーの、はい、期待を込めて。おー、リアルだなー、リアルだねラモス。はい、まあじゃあ自分からクルトワにしたのは、まあちょっと今怪我でまあ試合で出てないけど、まあちょっと出てきた時にあのクルトワ FP 前になった時ヘッダーとかなんかちょっと謎の確かにスキルついてたんで、ヘッダー、ヘッダークルトワいたね。まあ、なんでちょっとヘランド一発かまして無理じゃないの、出ないんじゃないの。いや、じゃあ出た時に、あ、出た時、出た時出れる可能性あるの、本気最後の方だね。最後の方、あ、ワンチャンじゃ本当になくはないんだ。5月とか、あ、まあまあまあ、出ればって感じじゃない。なんかイーフトの FP なんかそういう記念の試合っていうかは、まあ、なんか FP になりがちな傾向がちょくちょくあるから、あ、まあ、ちょっと復帰記念の、まあ、復帰記念で低弾道をかましてアシストしたらっていう期待を込めて、ちょっとスキトレキーパー使うのちょっと疲れたんで、 あんただけ無駄なんや今日のスキトレは。はい、なんでちょっとクルトワを書きました。ケーパーじゃないですよ、期待するっていうの。いや、だったらルーニングに期待したい。はいはい、じゃあセルヒオラモスです。あー、これはえらい、これセビージャの、やめてほしいです。セビージャ FP じゃないです。違います。セビージャ FP とかはどうせスピード65なんでいいです。エピックで、はい、あのブーストラモス出してください。あ、ブーストのラモスね。これなんでかっていうと、マジで冨安マルディンとかやると千葉どうでもいいのよ、もう。ああ、まあまあまあ、どう、もう本当にあれより強いの基本的に来ないから、うん、ディフェンスマジ変わらないのよ。まあずっと多分変わらないしばらくは。そうだから、前世紀Bコテラモスだったら、まあ足もあるし、はい、フィードもあるし、守備能力も高いと。なるほど、いけんじゃねえかなっていう、対抗できると。あの二人に、あい、冨安と張り合ってほしいんだよね、せめて、うん、俺やっぱね、良くないと思うんだ、あいつが一番強いっての。え、俺も聞いてて、冨安と張り合ってほしいんだよ。そうだった今。やっぱいくらなんでもビーコで冨安がセンターバック界隈で一番強いっていうのは、俺はあっちゃいけないと思ってるのよ、やっぱさすがに。冨安と張り合ってほしい。そこをこうぶち壊してほしいと。なるほど、なんかちょっとラモスエピックでちょっと書かせていただきました。日本人の、ね、ディフェンダーが一番強いゲームだったね。すごい時代来ちゃったね。そうなのよ、マックスなのよ、冨安が。P 固定でしたね。 P 固定。じゃあ、あなたは俺はこの後藤圭介っていう、やべ、アダユートン、ジュビロの現役高校生。アダユートン聞いたことあったけど、もう知らない人来たわ、俺。今高校生で、今何点かな、7、8点くらい取ってるかな、うん、現役の高校生で、はい、もう最初から、今年の開幕戦から確か2点決めてる選手なんですけど、ね、高校サッカーなの、ユース？ユースです、ね、ユースです。ただユース多分ジュビロ出れないんじゃないかな、なんか去年、あー、FIFA の補強のなんか違反があって、あー、なんかかわいそうだな、あったね。もう毎試合もう絶対チャンス絡むんですよ。なるほどね。でも一人気張ってる選手で、この子いなかったら、ジュビロ今3位なんですけど、3位にいないんですよ、絶対。じゃあいないですか、来年もしかしても。今もう着実に出てますね。チェルシーとかウエストハムとかもうすでに出てて。あ、じゃあシントトロイデンのパターンですね、これ。まあ可能性は。いや、でも、行ってほしくないね、まだね。あ、まだ日本で見たい。若干荒削りないの。そこがいいんよね。あー、なるほどね。そう、で、もうめちゃくちゃ熱いの。サポーターめちゃくちゃおるんで。会場全部この子がジュビロのムードにさせるの。なんか負けてる時も出てくるんだけど、途中で。はい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 。この子が全部流れ変えるし、スタメンで出てもめっちゃ点取るし、
あとサイズ191あるの。でこでスピードも結構もう裏抜けてバンバン、ラインブレイクしてゴールも決めるし、ヘディングでも決めるし、もうマジで多分将来本当にこのままいけば多分日本のワントップになってると思う。なりますか。いや本当にすごい選手ですよ。ちょっと興味あるのは、もうなんか日本人のでかいストライカーと俺足速くないイメージなのよ。あーそうですね、スピードあるんですよ。めっちゃあるなそれ。でしかも足元もこの子もともとボランチ志望してた選手なんで、はいはいはい、目標としてた選手ぶつけてらしいんですけど点決めすぎてフォワードになってるんですけど。なるほどね。はい、キャラも面白いですね。それ FP どれぐらいですか、能力。今だとちょっと85ぐらいかな。85ぐらい、85ぐらい。現実は。なるほどね。はい、でもめちゃくちゃ面白いですね。このなるほど。じゃあ続いてラスト。ラスト。1位の選手を。やべ、もう思い浮かばねえぞ。誰かいるんか、あと1人。はい、いきます。せーの。はい。はい。あー、なるほど。これあれね、クリスティアーノね。あー、もちろんもちろん。じゃあ自分からロドリゴにしました。まあ理由としては、まあちょっと今、ちょっとビニシウスで相方失って、ちょっと一人でちょっと奮闘しているんで、まあ、このちょっと直近の CL もちょっとポストめっちゃあって、あちょっと空回りとは言わないけど、ちょっともう持ってない系な。持ってない系だね、完全に。あ、そうなんすね。まあ、今までは CL 男っていう感じで結構 CL で活躍してたけど、今はビニシウスいないから、ビニシウスの分もやろうとしてちょっと空回りしてる気がするから、ちょっとリアルの方では報われてほしいなっていう感じで。書きました。ロドリゴね、前川さんも言ってたもんね、さっきね。まあそうだね。今だったら CF で出てくるから。あ、ロドリゴも。まあ、じゃあこのラインブレーカー。二人ともラインブレーカー。まあゲーム的に言うとそうだね。CF 相手ラインブレーカーになれば、まあ。あ、まあスキル追加はワンシューあたりの。ワンシュー持ってるね。ワンシュースルーパス持って特殊持ちだから。優秀だね。そうだね。それでラインブレーカーだったらまあ、なおさら。完璧ですね、じゃあ。ゲーム的にもいいし。なぜか両ウィングしかできないから。あ、今もあんなにいろんなポジで試合出てんのに。あー、そうなんだ。っていう感じなんで、まあゲーム的にもちょっと CF 空いたら嬉しいですし、そうそう、まあ普通に強いもんね、今でもね、リアルでも現段階でもそうですねっていう感じでロドリゴにしました、うん、じゃあマヤングさんはクリスティアノです。クリーやっぱね、まあ僕30歳なんですよ。はい、もうね、ど真ん中なんですよ、クリスティアノって。あ、世代的に世代的にまあそうだよね。出てきた時ぐらいから見てるのよ、多分ちゃんとユーロの時とかの。確かにちょうどぴったりかも。で、やっぱね、サッカーゲーム、やっぱこの男が強くないの俺納得できないのよ今もういないからね、いないのよ、見かけないじゃん。まあそうっすね。で、今更サウジのクリスティアノ出してくれたら言わない、はい、いいわ、レアルでも、ユナイテッドでも、うん、この男の B コテで、さっきのラモスでも言ったんだけど、はい、今前線あのもう埋まってんのよ席大体、うん、まあそうっすね。ちょっと強い FP とかはもう絡んでこれないような魔境なのよ正直前線、うん、ポジション争い、はい、熾烈すぎてここをちょっとぶち壊してほしいんですよまあぶち壊せるでしょうねこの人なら。お前ムバッペじゃねみたいなのが欲しいの正直。確かに早くてフィジュアルって今のそうっすね。環境絡めんのマジロナウドぐらいの。まあそうだ ね、 ね、ユナイテッドの後期ほんと最後30点ぐらい取った時のシーズンのクリスティアーノ来てくれれば、うん、合ってんじゃねえかなっていう仕様にも、うん、このままちょっとアイコニックとか来てたんだけどね。出してよ出して頼むから出してほしい本当にてかやっぱりロナウドやっぱいてほしいですねサッカーゲームに普通に。あ、やっぱさ、メッシはさ、言ってビッグタイム大量に出すじゃん。はい、そうなんです。それ強いのいるのよ、はい、1人か2人ぐらい中には強いメッシが。でも、やってくんないからロナウドね期待してる。出してほしいですよ、ね、出してほしいです。じゃあ、新たこれは細谷真央っていう、カシアレーソルの俺でも分かる人来ましたいや、この人本当にもうね、俺ムバペラと思ってる。ヤジュンさんでしょ。ヤジュンさん、いや、全然伝わんないって本当に1人で、もう体バーッ強くてスピード本当に1人でぶっちぎるの。後藤とはちょっと違う、さっきの。ああ、そうなんだ。もう本当になんか後藤はスピード80前半ぐらい後藤もなんか、いや後藤じゃない、細谷も90いくんじゃないかぐらいの、ちょっとゴール見てほしいんだよね。本当に怪物ぐらいに、もうスピードで あの、吹っ飛ばしちゃうタイプ。あ、ちょっとフィジカルってもう気持ち悪い系のゴールね。あ、そう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 、ムバッペみたいな、本当に足速すぎてぶっ飛ばして、もう一人で決めちゃうとか。ああ、そう。あ、じゃあ理解できない系ゴールでしょ。あ、本当にそうなんです、理解できない系のやばい、なんか次元違う系のストライカーでも、この人もちょっとね、頑張ってほしいんだよ。多分パリオリンピック世代かな。そうだよ。で、多分ワントップ、一応今出てるんだけど、スタメンで。いつまで日本で見れるんですか。いや、多分今年までだと思ってますよ。はい、もう一人でレストルでね、2桁多分行ってると思うんで。
得点もめっちゃ頑張ってほしいです。はい、じゃあ一応、まあ、今シーズン期待したい選手っていう書き方で、3人紹介してきました、はい、うん、一応このテーマは以上で、うん、ですかね。今シーズンかこれ、まあ、今シーズン、まあ、ゲーム的でもいいし、あ、まあ、リアルでも、まあ、本当に後藤くんね、活躍されたら俺ちょっと困るからさ今思ったわ、ジュビロだからさはい、で、まあ、続いて最後が、まあ、実はまあ今日も収録日もそうですけど、まあ、東京ゲームショウの、まあ、今日はあれかビジネスデーかな、はい、今日はね俺らが行ったビジネスデー、まあ何回か行ったんだけど、っていうのがまあ本日ありまして、で、まあ、実はその e フットボールが来た、あの出店していないという、あ、うちですね、毎回行ってたんですよ俺。そうなんですよね、毎回毎年行ってたの、うち。そっか、俺去年行ってなかったか。去年は新たはワクチン打ってたんじゃない。そう、あ、そうだ、ワクチン打ってダウンしてたんだ。そう、はい、だから2人行ってたもんね。副反応がどうのこうの、確か休んで、その間那須さんと一緒に、あ、そうだ、那須さんと、那須さんとイーグッドボールしに行ったり、ね、いろいろ話を聞いたりとか、うん、なんか能力値見てもらうやつよね。あ、そう、那須さんの能力を見てもらうみたいなね。そうだ、あったわっていうのをやってて、で、まあ今年はまあコナミさんとしてのブースは出すっぽいんですけど、イーグッドボールがないっていう。そう、出すのはデュエルリンクスとそのパワープロと、まあそうですね、今メンテ延長中の、あ、栄冠なんとかとかね、あれね栄冠なんとかとかねそっかそっか、はい、出ないんだ。いや、このタイミング出さないんかいって思ったんだよね、俺。まあちょうど24人も、ね、出すタイミング、ここだろ、ここだろっていうさ確かに、まあそれこそウィナーズとかも去年多分来てた。ああ、そうね、協力でできる感じだと思うけどね、うん、あれね、楽しみなのにね、結構ね、あのコナミブースのギフトのところをね、いやマジか、なんか興味持ってくれる人とかね、まあ、あれでいそうだけど、だそれこそさ、あの激坂のさ、うん、2人が行った動画さ、あの、ダイちゃんのさ、あ、ごめんね、津田さんのさ、後ろに行ってたやんあの後、FIBA の実況やってたんよ、確か、ダイヤの津田さん、だ多分あれ見て、多分やりたいと思ったんじゃない、サッカーで俺ほんと思ったんだよ、そのってやつだから、確かしかも、一昨年さ、初めて行った時ぐらいザ・タッチの2人とかも、あ、いた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 りして、なんか、前にいたよね。あ、そうそうそう、タッチはね、ウィレうまいのよ。あ、そうなんすね。そうなんすね、うん、なんか大会出たことあるんじゃないかな、昔、タッチ、あ、なんか聞いたことある、ウイレの時の。でもそういうのもないから、ね、そういうのもないから、そういう風になんか試遊会もできないんで、あの試遊会も良かったのよね、結構ね。そうですね、ありましたもんね、いっぱい置いてあってさ、はい、ありましたね、なんかね、コントローラーシュートがこうとか、バチッパスこうみたいな、これなんでやるのかちょっとなんだこれ一回やらなくなるともうずっとやらなくなりそうだけど、大丈夫か。まあ確かに、うん、やっぱそこにかけられねえってことか、予算は今、イフットボール。いや、どうなんですかね。ここかけるとこうじゃないの、ここだと思うけどね、見せるとこ、うん、まあっていう、ちょっと3つのトピックスでお送りしたんですけど、まあなんか引き続き配信とかで、確かに、ね、質問とかがあればね、うん、質問ないとね、これ終わっちゃうんで。終わります、ね、やることで何になっちゃうんで。そうですね、まあ選手系の質問も全然ありがたいんですけど、なんかプライベートなことでも全然、まあ基本的に何でもね、ありだからね、はい、こっちは。そうですね、本当にただ話してるだけだからまあゆるくやってるんで、まあ、本当にそうね、気になることがあればどしどし、あの、コメントをしていただければと思います。はい、というわけで、まあ今回の G トークは以上となります。ご視聴ありがとうございました。お願いします。